西岡家住宅園電通一園電通は佐賀県嬉野の支援電町にある外区。2005年12月27日に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。白漆喰の壁が特徴のいくらけがの木を連ねる。また、江戸時代の町割やりや地割り、水路が残り、建造物と合わせて重要伝統的建造物群に選定される要因となった。 2005年の重要伝統的建造物群保存地区選定の翌年から保存・修理事業が開始され、景観地区としての整備が進められた。江戸時代初期に長崎街道の宿場町、塩田宿として整備される。また、津の名称に見られる通り、川の港としての機能を持ち、経済の結節点であった。1789年に大火に見舞われ、 その復興後に漆喰作りの、いくら家が広まった。1818 18年には、佐賀藩の蔵が建築された。1855年には、現存する西岡家住宅が建築されている。重要伝統的建造物群保存地区、嬉野支援電デンツ、佐賀トラベルサポート、ドガン岩下とハット ABCD、いくら作りの街並みンデンツ、peraichi.com。E R A I C H I. Com エンデンツ街並み保存会2021年7月11日閲覧 AB 嬉しの支援デンツ文化庁2021年7月11日閲覧 AB 嬉しの支援デンツ文化遺産オンラインありがとうございます